はい、皆さんこんにちは。ケワイチヒデこと池端秀幸です。早速ですけども、もう登場していただきます。今日のゲストですね、生活経済アドバイザーでスリーラポールコミュニケーター、スリーラポールですよ、コミュニケーター。噛みそうになりました、すいません。新井千尋さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは。ヒデさん、こんにちは。もう早速ね、スリーラポールコミュニケーターと、もう噛みそうになりましたけども。はい、聞いてました。ヒデさん噛んでるって聞いてました。もうしょっちゅうしょっちゅうですよ、噛むのはね。はい、はい、よろしくお願いします。自己紹介の方、よろしくお願いします。はい、私の方、生活経済アドバイザー、スリーラポールコミュニケーターの新井千尋と言います。和歌山で活動してるんですが、今後ろ分かる通りにほぼほぼ自宅から、はい、してます。でここは息子の部屋なんですが、やはり私は女性をほとんどメインということで、お金のこと、それとあとコミュニケーションのことを中心にお話をしてます。女性が自宅からでもたくさん稼げるようにということを私は目指して今頑張ってますので、ぜひ今日はそのちょっとしたことでもヒントになるものをお伝えしていければいいかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。全く噛みませんね。いやいや、噛みますから、噛みますから。まあ今までね、この配信の時間まで、先ほどまでもう2時間ほどご自分の講座をされたと。で、はい、しっかりと喋ってきたから、もう口はウォーミングアップしてるという話でしたけど。もうはい、その勢いでお願いします。そもそも和歌山のこのゲストの方っていうのは、まあ、2人目なんですよ。だからこの日本全国の、まあ、女性の方を元気にするという会なので、まあ、いろんな県外の方もやっぱり見ていただくと思うのでね、ぜひ和歌山の良さも伝えつつ、はい、お願いします。はい、お願いします。お金のことってちょっとこうなんかね、ファイナンシャルプランナーというか、うんうん、それもともとそれ専門でされてて、どういった経緯でこのスリーラポールコミュニケーターっていうこの難しい名前になったんですか？はい、もともとお金のファイナンシャルプランナーでしてたんですが、5年ほど前に起業して、順調よく行ってたのが、去年コロナの影響で対面が全てダメになってしまいまして、うんうんうん、で私 FP でファイナンシャルプランナーでしている時にはお客様の相談業務か、もしくは企業さんのセミナー講師でしてたんですが、うんうんうん、コロナで本当に全てがゼロになったら、去年の5月に売り上げがゼロなんです、うん、これはダメだと思いまして、はいはい、でそこまでに私ISD 個性心理学で3タイプでお金の貯め方とかいうお話もしてたので、それを使って今度はコミュニケーションをしてみよう。でオンラインでするにはやはりコミュニケーションで困ってる人がたくさんいるんじゃないかと思いまして、うんうん、それですので3タイプ、生年月日から人の個性を3タイプに分けて、でコミュニケーションをしようと思って初めて、だいたい7ヶ月8ヶ月ぐらいですかね、うん、そう、はい、そうしたら私の方はコミュニケーションの話もできるし、あとお金のことも話できるので、やはり起業家さん、特に女性はお金のことはすごく苦手、嫌だって思う人が結構多いので、その方たちに安心ですよって、不安なことはないですよって思い切って起業しようっていうことで今活動しているところです。いや本当に今ノリに乗ってますよね。僕ね、長年知ってるので、この起業する前のその、うん、まあ、もう今日は千尋さん、千尋ちゃんと呼ばせてもらいますけど、まあどうしようかな、ヒデさんどうしようかなとかって、いろいろとね、まあするっていうのは分かってたけど、どういう方向性でどういうふうにして自分をこうブランディングしていったらいいかとか、いろんなね、悩みの時期も多少あったと思うんですけども、うん、もう今ではね、その毎回SNS 上で必ず顔が出てきたり、メルマガではバン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 流してたり、すごく積極的になられたっていう感じはすごくするし、はい、そんなところはなんか割り切ったっていうか、もう吹っ切れた感じですかね、起業してから。はい、起業して、で、コロナからこっちもリアルは無理だと思ったので、そうすると今までは和歌山か、あとは大阪の範囲内でってこだわってたのが、もう日本全国でいいんだ割り切ると、もう SNS でやってセミナーもしても、北海道から沖縄の人まで来てくださるようになったので、やはりこれからはいいな、ね、これだわっていうのが一番です。
はい、あのまさしく僕もその通り思ってますし、もう僕なんかでも特にリアルでこうね、あのメイクするときにリアルに肌を触りながらとかアドバイスをしてたのを、うん、もう1年間も全くほとんどあのそれこそ、まあ、呼ばれたときは行きますけど自分で主催したりするのはなくして、うん、もうあのそっちが似てしまうとまたその甘えが出てくるなと思ったので、うん、もう全くオンラインに切り替えてですね、もう 100% に近いほどやってますね、うん、で、まあ、同じようにその、まあ、ちいちゃんが言われたように今日はご覧になっていただいている方で、まあ、企業もそうだしなんかオンラインでこう、自分のコンテンツをあの、うん、全く初めての方にねやっぱりこう認めてもらったりこの買っていただいたりするためにはやっぱりその人柄どんな人柄が出るかっていうことも大事だし、うん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 、で特にその制約に結びつけるまでの流れっていうのは、ね、一番難しい集客してそこから、まあ、ビジネスファレルってよう言いますよねこういろんな動線を作っていくっていうね、うんうんうん、そういうやり方をすごくあの上手にされてるなって最近思っててね、まあ、あのそういうところもまず一つ流れとして、僕は感心してるんですけど、まあ顔を作るっていうことで言うと僕らプロフェッショナルなんで、うん、一番最初にねあのちょっとこうアドバイスもさせていただきましたけど、うんまあ、今ちょっと写真にね載っているようなこのプロフィール写真、ねあのはいままあ、僕が 撮らせていただいたんだけど、ね、ありがとうございます、ね、でこのここですねこれ3つぐらいいろんなイメージ撮ってみていろいろとこう比較してねお話しさせてもらったと思うんですよ、うん、懐かしくないですかこれ懐かしいですこういう時もありましたけど、ね、この時はもう本当に自分の顔を見てびっくりした記憶だけありますヒデさんにメイクしていただいて写真撮ったら自分が自分じゃないような感じですが、うん、ただ思ったのがヒデさんはこのイメージで行ったらいいんだよって何も知らない私にアドバイスしてくださったので、はい、あこんな風に綺麗に化粧してやればいいのだと会社員を卒業したばかりの私はすごく衝撃的だったのは覚えてます、うん、今も。ね、いや、はい、でそれをずっといろいろとこれ活動しながらですね、まあ、これは少し、おとなしめでちょっとこう守ってあげたくなるようなタイプのイメージにまず最初して、うん、でここはちょっとスーツ着てカチッとしてみたいな感じにする、うんまあ、これはこれでまあありとしたんだけど、うん、最終的には、まあ、この最後にねこの、スカーフを巻いてちょっとエレガントな、ねうん、感じに仕上げて、うん、だけど後ろは少しグレーで落ち着いたイメージに作ったというね、うんうんうんまあ、これがまあ一つの、まあ僕らで言うとそのこういう方向性でいったらいいんじゃないかなって一瞬思ってたの で、うん、そこからずっと起業されて5年になったということですよね、はいはい、よくこの写真見かけましただから広告とかでありがとうございますでもあの正直言ってこの写真を撮ろうよってヒデさんに言ってくださった時には、うん、本当に私がセミナーの講師するっていうクエスチョンマークで、うんうん、でも写真は必要だから撮っとこうよって言って、うん、そうって言って撮った3ヶ月後に本当にセミナーの話が来て写真がいるんですって言われてよかったヒデさんに撮っていただいたのがあるって言ってはいって渡したのだけは覚えてます、ね、でそれがこれやったんですねそうですやっぱりヒデさんすごいと思いましたもん、ね、あの、あの時ちゃんと先を見越します先が見えるんです僕ねえそうです、はい、もう迷わず出すことができたのでありがたかったです、うんうんいや本当にね僕もそう言っていただいたらとにかくそのやっぱり一つの写真っていうのはこれあのその方の人生をこうねあの、うん、分身でこう営業してくれるわけなんでやっぱり応援する写真っていうことになるわけなんですね、うん、これがもうマイナス印象があったりするとどうしてもねやっぱりいくら本人が頑張っててもその写真が邪魔するっていうこともやっぱりあるし、うん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 、やっぱりそこすごく大事だと思いますこれが今日最後に最後というか今日の話の内容でいくらいいこと言っても相手に伝わらんかったらどないもんななんていうそのコミュニケーションの難しいところで、うん、そこをですね、これからちょっとねちゆちゃんに早速講義をしていただこうかなと思いますねはい、はいまあ、あの私も今この息子の部屋なんですけどやっぱりうちも私がまさか起業するっていうことが全く考えてなかったので私の部屋がないんです、うんで女性がやっぱり悩むところは部屋がないからオンラインで仕事ができないと思うんですけど、まあ、どうにかこうにかリビングでやってみたりとかひどい時にはあの洗濯機の上にパソコンも置いてでそこからズーム配信とかしたこともあるんですがただまあ失敗だったのがあのうちの家は洗濯機の横がお風呂場なので全てあのエコーがかかるかのようなズーム配信になってしまったあやってしまったと思うんですが
部屋にあの家族全員おったらもう行き場所がなくてパソコン持ってうろ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 ってする時もあるんですけど、まあ、それはそれで OK かなと思って、うん、割り切ってもう今やってますね。あのそれね、あの笑い話じゃないけど、でも本当にそれをなんかこうあの仕事と家庭の生活臭さを出したらダメっていう時代がやっぱ男社会の時にあったわけですよ、うんうんね、でもそれを、前のゲストの方でも言われてた、その女性をキッチンに引き戻してキッチンから仕事をできる、うん、自然に仕事をしてそれを応援してくれる社会にしようっていうね、うん、話をされてた、うんうん、あったんですね。まさしくそれで、うん、今千鶴ちゃんの旦那さんもあの早起きしてくれるようになったんでしょ。なんかあ、そうです、はい、別のところであの5時半とか5時からの朝活の活動をちょっとしてるときに、うちはあの主人と一緒に寝てるんですよ。ダブルベッドじゃないですよ、シングル2つなんですけどね。なんで別にいいや別にそう。でそれでやっぱりあの部屋がないので5時ぐらいに主人が起きてくれて寝室開けてくれて、でそこでズーム私やってますので、やっぱりそう思うと無言で何にも言わないんですよ。ただあの目覚ましがさすがに4時になって私がぐわーって爆睡してたらえっていう顔はしてますけどね、それでもまだマシかなと思っていますが、はい、いや本当にそうやって協力し合えるっていいですね。あの特に今さほらあの何、クラブハウスクラハ、はい、なんかでもよくその、まあ、僕らでも夫婦で僕やってくるって言ったら、まあ、2回行ってでまだとかって今度寝るタイミング来たらこうね、やっぱり盛り上がってくるとどうしてもずれるわけで時間がね、夫婦の間、うんうんうん、でそこであの喧嘩にならないようにね、やっぱりお互いが応援し合ったりちょっと配慮し合ったりっていうのはすごく大事だと思うんですけどね、まあそこら辺も、その旦那さんが奥さんがどのタイプ、まあ、ノータイプとかいろんな言い方あるんですけどここでは後で説明していただきますけど、あの、はい、いい人タイプかできる人タイプか、はい、すごい人タイプかということでね、はい、まずそこら辺をちょっとゆっくりとですね、さあ、はい、お楽しみミニ講座でございます、はい、ちょっと、後ろの枠取りますんでしっかりとお願いいたします。はい、ありがとうございます。そうなんです、このタイプでもう全て変わってくるので、もう単純に人の個性っていうのは3つのタイプに分かれてるので、私はこれはあの ISD 個性心理学の動物占いの中から取り出している部分になってますので、生年月日をもとにどのタイプかって入れていきます。で、私はもういい人タイプになるんです。で、いい人タイプって言ったら対人です。人に対してあのどう感じるかどう思うかっていうことを重視するタイプと、あとできる人タイプっていうことになると、ここはものです。物とか、あと徳とか損とか、そういうことを重視する人たち。で、すごい人タイプというのは感性です。直感です。そこで動くタイプの人たちっていうことで、3つのタイプに分かれてるので、ですので下に書いてるみたいに3つのパターン別に最適なコミュニケーションが存在するので、はい、あの話が長くなるのはいい人タイプとか、また後でも出てきますけど、うん、そのタイプが分かることによってより良い人間関係を築くことができますし、ビジネスもしくはあの家族ではとてもいいかな、大切かなっていうのはありますね。うんうん、ね、はい、あのなんでこの人僕の話を聞いてくれないの、もしくはなんでこの人、うん、あの分かったふりして分かってないのとかね、いろんなこのコミュニケーションではそのギャップって出てくると思うんですけど、まあ、そこ一つずつ、はい、そしたらちょっと、具体的にですね、あの次へ進んでいいですかね。はい、お願いします。はい、はい、ね、あのこの今も少しお話ししましたけど、この3つのタイプを知るだけで自然と人間関係が良くなったりとか、あとは自分のことが分かるようになると、気づかないうちに自分の周りの人との関わり方が変わってくるんです。というのは、皆さん自分は分かるけど他人は分からない、でも自分は分かってるつもりにはなってるんですが、実際は自分のことが一番自分が分かっていないというオチがついてくるので確かに確かに、はい、うん、って人に言われることって結構多いと思うんですけど、それってやっぱり自分のこと分からないけど分かるようになってくる。そうすると相手にどういう言葉かけをすればスムーズに会話できるのかとか、話が弾むようになるかっていうのが分かってくるので、自分を知って
って相手を知るっていうことがやっぱり大切かなっていうのがコミュニケーションのもとにはなってますね。ね、はい、これで言うと僕は何タイプになるんかなということをちょっとまあ思ったりするんだけど、こうやって話をあっち行きこっち行き飛ばしてしまうこの僕っていうのはこれね、はい、多分ね、はい、このタイプって大体自分で分かってるんですけどね。分かるでしょ、はい、はい、次行きますよ。はい、はいはい、で自分を知って相手を知る、単純ですがなかなか難しいということで、3つのタイプの違いを知るとすぐに簡単に使えるようになるので、もう今ヒデさんがおっしゃったみたいに言葉の使い方で、あの人これだ、あの人これだってすぐ分かるようになるので、そうすると結構楽しいんですよね、うん、人間観察始まります、ねね、もう大体すごいすごいとか言ってね、もう僕みたいにすごいすごいとかアメリカ人みたいにね、あの簡単語でねおーイエーとかね言うあんなノリですわね。だからすごい、はい、あのせっかちだし、もう話はあっち行き自分のね、あの言いたい放題やっておりますが、そうですね、そういうことね、はい、はい、でそれが話し方の癖とか言葉の使い方とか行動で、いい人とできる人とすごい人のタイプが分かるので、どのタイプでしょうねっていうのがあります。これあのご覧の皆さんもね、ぜひ自分が何タイプかっていうことを知ってください。でいや多分こんだけ人間おったらそんな3つのタイプに分かれる、分かれるそんな単純なもんじゃないやんって思う人もいてるか分からんけど、うんうんうん、それはいっぱいその種類はありますよね。種類というか性格もいろいろあるけど、うん、でも大まかにこの3つを知るだけでもすごくセールスにも役立つし、自分の見せ方とかコメントの仕方も変わってくるしね、うんうん、SNS 上でのそのコメントの仕方、うん、そういうことをね、あのちょっと具体的に教えてもらえたらなと思います。はい、でまずは皆さんが一番気になるお金のため方のコツ、これもコミュニケーションの前にこれするとへーって、だから人の真似をしてるけどお金がたまらないんだっていうのがよくわかると思うんですが、はいはいはい、はい、でお金のため方も目的型とコツコツ型と直感型ってあるんです。もう先に答えを言います。いい人タイプの人は目的型なので、お金を貯めようって言った時に、例えば旅行に行くからお金を貯めるとか、うんうんうん、あとは車を買うからお金を貯めるということで、何か目的を持たないとお金を貯められないです。その真ん中にコツコツ型ってあるのは、もう本当に、月に1万円貯金したいんですって言ったら、目的がなくてもずっと銀行の口座から引き落としできるんですよ。だから知らないうちにお金が貯まってるんですが、目的型の人たちは目的がないと途中で、あ、旅行行くから使っちゃえ、これだけシュッて出したりします。ここが大きく違います。わかるな。でもう一つ、直感型はそもそもコツコツ無理です、無理なので無理か、預金に、はい、お金が貯まったら何かに入れ替える、もしくはもう一つは信頼できる人から無理やりこれやれよって言われたらできます。ああ、はい、あ、なるほど、はい、それもあのさて権威どれでしょう、あれヒデさん、あれ僕はもうこれやな、大体そうや ね、あの、うん、でもやっぱりこうやっていろんな専門家の方にまあ、アドバイスもね、あの、うん、ちゅーちゃんにもいろいろと性格的な判断もしてもらってさ、こういうのがいいよってちょっとこう軽くね、あのアドバイスをいただいただけで、それだけでもすごくやっぱり考えたしね、うんうん、で、うん、それこそコツコツ型というのはあんまり続かへん、続かへん、だから知らん間に何か溜まってるっていうやり方がいいですね、うん、自動的にね、うん、うん、そう、だからあのよく女性誌とかだと、うん、もうあのコツコツ貯めていきましょうねって言って、この人は1年間で100万貯まりました、200万貯まりましたっていう雑誌がよく目にするんですけど、うん、それは直感型の人には向きません、その貯め方、うん、なのに雑誌を見てどうして私はできないんだろうって悩むんだったら、自分にぴったり合うお金の貯め方をした方が貯まるからいいのになというのは私は思ってます、うん、なるほどね、はい、そりゃそうですよね、やっぱりこうその無理してっていうよりか楽して、うん、どちらかというとなんか自然とっていうのが一番ね、うん、誰しもそれが一番いいですもんね、うん、うん、一番いいと思います、
はい、そうです。まあ私がよく例に出すのは、例えば鳥で、鳩は空高く飛ぶのに、鶏は低空飛行じゃないですか。はいはい。なのに鶏に空高く飛べって言っても鶏飛ぶことができないんです。うんうん、それと一緒で人もそうなんですよ。わかりやすい、うん、コツコツできない人にコツコツしろって言っても無理なので確かにいじめみたいになってくるよねそれね、逆に言うとね。そうでもコツコツの人はなんでできひんのかなって思うんですけど、うん、まあもうそもそも無理無理みたいな、はいはい、無理なものはやめようっていうのが私です、はい、いいですねそれね。いやでもそれを知っていくだけでもね、はい、本当に安心やと思います。はい。千鶴代さん、あ、これちょっと感じあれやね。コメントいただいてまして、はい、あ、仕事帰りに聞いてます。今私も見れました。はい、お疲れ様です、はい。ありがとうございます。今日喋ってます。で誰か分かりましたよね、これ。あ、分からないです。あ、分からない。はい、さっき名前、あれ名前出ちゃった。どこ行った。また後で言います。はい。はい、はい。そう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 。で、その、はい、うん、今なんか、そう、帰り際とかね、いうことで、うん、はいはい、ぜひぜひ、車の運転、気をつけながら、はい、ぜひね、見ていただいてということで、まあ、聞いていただくだけでもいいと思いますけども、ね、はい、ね、で、いいと思います。あと、お家に帰ってゆっくりとね、また、うん、はい、お願いします。さあ、今お金のことは分かったんですけど、はい、まあ、そのお金を貯めるタイプっていうのは、うん、自分はじゃあどんなタイプかっていうことを分かるために、なんかこう言葉の癖みたいなものがなんか分かりやすいっていうのがあると思うので、うん、はい、次、はい、これでちょっと癖でね。そうです、この言葉の癖、もう今ヒデさんもずっと使ってましたからね。はい、言ってください。すごーい、とかびっくりみたいなそう、わざとやってるじゃん。これがもう自然と出るんですよね、うん、ね、すごいびっくりがすごい人タイプで、はい、はい、コツコツは無理ですって言ったタイプなんですよね。はいはい、その通りでございます。はい。で、真ん中のが納得だわとか、分かりやすく言うとと言って話をちょっとまとめるような感じでお話しされる人はできる人タイプなので、ここがコツ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 できる人たち。でもう一つ上が、なんでとかどうしてって、人が話しているところになんでなんでとか聞いてきたりするタイプが、これが目的を持ってお金を貯めましょうねっていういい人タイプになってくるので、はあ、喋るのも本当にそうなんです。私いい人タイプなので、すぐどうしてとか聞いてしまうので無意識です。意識してないです、全く。不思議ですよね、本当に不思議です、これは。はい、だから自分よりおそらくお友達とか会社の人とかお仕事場の人のその喋ってることの方が皆さん耳にしてると思うので、あの人このタイプだって分かると思います。これが分かると、その人をうまくこう、成長させていくためにも、うん、その人を行動させていくためにも、うん、やっぱりね、お尻叩く意味でもね、うん、やっぱりこの、一番いい言葉ってやっぱありますもんね、その人に対応する意味でね、うんうん、だから僕はすごいびっくりって自分も言ってるから、すごいね、うん、ヒデさんって言われたら嬉しいんですよ単純なんです、ね、そうです。で、それがまさしく私がいい人、できる人、すごい人ってつけたのがそれです。いい人タイプのさっきの目的でお金貯められる人はいい人ですねって言われたら、うん、すごく嬉しくて、うん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 、で真ん中はできる人ですねって言われるとすごく嬉しくて、でヒデさんはすごい人ですねって言われるのが一番よくて、あ、なるほど、というのが言葉のか答えです。あ、かけ方ですね。あ、これね、いい人できる人ね、だからそうなってるんやね。はい、はい、あーはーはーはー、そうです。だから皆さん、ヒデさんにはすごい人ですねってずっと言ってあげた、ヒデさん、あ、そう、あ、そうって言ってずっと行くと思いますのでもうね、その通りです。だから多分こういうことを勉強されたり、いろいろとやっぱり多少なりとも知ってる方っていうのは、その方を喜ばす、やっぱり、うん、まあ、ホスピタリティっていう
まあ、言い方って、うん、まあ、おもてなしっていうこと、一つの言葉がすごく愛にあふれた感じになるんですよね。なんかすごく自分のこと分かってくれてるっていうね、普通の言葉がね、なんか飛び抜けていい魔法の言葉みたいに聞こえるというね、うんうんうん、これは本当に大事だと思います。話し方も、うん、そのいい人ですねって言われる人たちは、うん、丁寧に話をするので長いんです。丁寧に話をするというのは、例えば話が1から10まであったとしたら、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 と順を追って喋る。で、も、またはマイナスから喋る。要はマイナス2、マイナス1で0,1,2,3みたいな喋り出すので、永遠と話が続くのがいい人タイプの人たち。長いんです。わかる。でも早結論言ってって僕ら思うから。あ、そうそうそう、そういうことです。そういうことです。で、この真ん中は結論から先に話し出すので、もう最初の結論がバシッと言って、なぜならばということで話をトントントンと全部喋らないんですよ。トントントンと喋るのが真ん中のできる人タイプ。で、下。話にまとまりがないって書いてあるのは、はーいと手挙げてくださってますけど、あの、1言って、100言って、50に戻って、2に行く、え、そこそこそこっていうのがこのタイプの人たちなので、なので、このタイプの人たちの話は、もうクエスチョンマークだらけの時あるんです。あの、はい、どっか行ったけど、ちょっと戻ってきて、ちょっと戻ってきてって思ってしまうのが、この話にまとまりがない人たち。うんうん、ですが本人たちは至って真面目に喋ってるので飛んでる意識はないです。その通りでございます。はい、でこれはもう自分でも分かってるし、僕もそういうことをちょっとお伝えしたり教えたりしてる立場なのに、うんうんうん、いざ自分のことというのは分からないって、これがもう普通、うん、本当に普通ですよね。そうです、ね、そうです。はい、だからね、セミナーとかするんでしたらきっちりレジュメがないと終わらないと思います、うん、着地がなくなるので、着地なくなるんです。わかる。で、これ今放送やってても、こう言いたい、喋りたいこといっぱい出てくるんですよ。で、今言われたから喋れなくなる。これ愛の手で喋ろうと言うんだけど、これもしかして僕脱線の方へ行くんかなとかね。大丈夫です。ここに戻す人いますから。はい、大丈夫です。そうそうそう、大丈夫です。はい。で、はい、話長くならないで注意してくださいよ。逆に。ってこうなるわけね。っていうふうに、いや全然このこういうふうにして知ってたら、これだけでもコミュニケーション面白いよね。そうなんで、そうなんです、ね、だからね、私とヒデさんとすると、私はヒデさんの飛ぶのをはいはいはいですけど、はい、私はこうやって一人でずーっと喋るのをヒデさんに割って入っていただかないと永遠と喋ってるというのが、お互い分かってるとすごくいいですよね。そう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 、やっぱりそこ大事ね。うん、ね、それにこうストレスを感じてしまうっていうと、うん、やっぱりね、もうあれですけども、本当に、あ、ちょっと待ってください。今運転中だけど興味津々で車止めました。ありがとうございます。嬉しいです。いや、でも車止めて興味津々で本当に聞いてもらうだけの価値のあるね、あの千鶴ちゃんの話だと思います。はい、これあの、ありがとうございます。結構セミナーとかでもされてる内容ですもんね、これね。はい、そうです。セミナーでしてます。ね。はい、じゃ ありがとうございます。じゃあ止めていただいたんで、しっかりと、はい、講義の続きお願いします。はい、はい、そうですね。だからこの話し方だけでも、なのでこのいい人タイプの人は話が長いと思って最初から聞いてあげると、まあ、逆にいい人のは話を聞いてくれる人が信頼するので、ここがビジネスです。はい、ビジネスに置き換えた時には、お客様の話がいい人タイプだったら全て聞いてあげてください。うん、はい、できる人タイプの人はイラッとします。イラッとするんですが、そこはグッと我慢して聞いてあげるです。そうですよね、はい、はい、そういうことを少しずつしていくと、やっぱりお客様との関係性がより深くなっていくっていうのが一つのポイントになりますね。はい、まあ、この後千鶴ちゃんからその商談の、まあ、クロージングとかセールス何かこう1対1で、はい、販売したり、契約をきちっともらうための、まあ、そのセールストークもこれヒントが非常にありますよね、今言ってるのがね、うん、あります、はい、ね、まあ、それこそあの今言った人の話を聞いてあげるだけで、うんうん、この人私にとっていい人やから、あなたが言うならもう間違いないと思うから買うわって、こういうふうな流れになりやすいっていうことですね。その通りです。どうですか、僕もあのちょっと、はい、ちょっと、ま、あの学んでるでしょう。はい、そう、今日は いただいてたレジュメを復習しとかないと。
本当ですね、話が飛ばないようにね。そう、飛ばないように、はい、気をつけてやります。じゃあその今度そのチラシとかでねチェックする、うん、まあ、ビジネスにいよいよそのちょっと近づいていくんですが、はい、こういうねあのチェックする、チラシでチェックするっていうね、はい、そうです。これがあの SNS とかすると特にここが重要になってくるんですが、チラシって書いてますが SNS もそうです、うんうん、いい人タイプの人は人柄が出ているかがどうかが重要なので、例えば学歴を書いてるとか家族構成をたくさん書いてるとか、あとは今スーパーに行ったら何々農園の人のお顔が出てて、でこの人の農家はどういう状態かっていうのを書いてる、あれを見ると思わず、あ、この人いい人、買いたくなると思うのがいい人タイプ、人柄が出ているかどうかなんですよ。で次に価格や値段がお得かどうか、損か得か、割引があるかないか、これはできる人タイプなので、この人たちは期間限定、今でしたら春のキャンペーン、新入社員、新人とか新入社員のキャンペーンで期間限定1割引きというと、もうこのできる人タイプ、真ん中の人たちはパッと飛びつく、即に目が行く。わかります。はい。で、もう一つが写真があるかどうかはすごい人タイプなので、このタイプの人たちは写真にインパクトがあるかどうかです。あのチラシとかを見ても一番最初に目が行くのが写真です。だから写真にインパクトがあれば、あ、これはどういうチラシだろうとか、どういう SNS の文章を書いてるんだろうと思ってチェックが入るので、あの、新聞折り込みとかチラシでするんでしたら、オールマイティにしようと思ったら、写真インパクトを入れて、あとは期間限定、割引、値引きを入れて、うんうん、で、あの、販売の人の写真を入れて、少し家族構成とかのプロフィールを入れる。そうすると1枚の写真で全てのタイプの人たちが目にして、自分が最初にどこを見るかですが、見た後に他のところを見ていくというプロセスを踏んでいくので、ただ逆を言えばいい人タイプの人たちに来てほしいと思ったら、もう人柄のいいものを前面に出せばその人たちが集まってきます、うんうんうん、自分のターゲットを絞ることもできます、うんうんうん、というのが、これはもう大手企業さんで一部されてると言われてますけれども、私たちもオンラインでお買い物するじゃないですか、ネットショッピングとか、うんうんうん、その時に無意識に例えば生年月日を入れてしまってましたら、もうデータの分析を取られてまして、うん、私だったらいい人タイプなので人柄が出ているものを買いたくなっちゃうんですね、うんうんうん、だったらそれ用のダイレクトメールが届いてるんですよ。で、ああいいなこれと思ってポチッと買っちゃうみたいな、なるほど、うん、はい、そういうこともあるので、私たちのようなあの個人事業家の人たちはこういうのを活用しながら発信をしていくというのもとても重要になってくるんではないかなとは思ってます。さすがですね、ちずちゃん、説得力ありますね。 ありがとうございます。嬉しいです。ね、本当にあの企業ってされて、まあ、右も左も分からない状態で目の前にお客様が来られて、うん、そのお客様に買っていただき気持ちですよね、うん、あの売上の上がらない時っていうのはもう一生懸命必死なんですよね、うん、でもう僕らでもそうです、あの最初それも経験してきてるんであれですけど、うんうん、まあ、それこそあの服買いに行った時にとにかくもうなんトークがやまない店員さんって言ってますよね、もうバーってね、はい、もう手当たり次第自分のセールストークでこう自分をあのアピールして買ってもらいたい、うん、買ってもらいたい、あれが実はこの3つのタイプにどっかに当てはまるやろうみたいな感じで適当に やってるわけですよね、うんうん、だけど入ってきた時に僕がすごい人タイプって分かれば、うん、もうそれでその合わせてくれたら一番いいですもんね、心地いいからね、そうなんです、そうなんです、それを生、まあ、年月日が分からなかった時に、うん、もう今みたいにこの言葉の出し方とか、うん、いうことですよね、要はそうです、うん、はい、もう一番分かりやすいのは言葉の出し方とか、うん、あとは、ちょっと前でした、もし名刺交換とかされるんでしたら、名刺ってご自身で作ってたら自分の好みが出るので、
はいはい。はい。あの、名刺で自分の学歴とか書いてたら、この人いい人タイプだなとか、はい。写真でちょっと華やかにしてたら、すごい人タイプかもしれないと思ったら、はい、まあそこにも使えたりとかね、いろいろはあります。それをまあ僕の場合で言うと、メイクに出てるっていうことで、僕、ね、この間本出させてもらって、そうです、そこなんですよ。はい、読ませていただきました。だから、ちゆちゃんとか、その、この憧れてるタイプとかってやっぱあると思うので、うん、ちゆちゃんが言われるよりも分かりやすいように、うん、こうタイプが分かったとしたら、今度分かったらそのタイプに好かれるようにしていく、うん、で、うん、自然とその制約していけるようにするが一番やっぱりいいですよね、うん、特に女性の方はね、いいと思います、ね、で特にあのオンラインで仕事をしてると私もそうですけど、うん、会う時の頻度ってやっぱり少ないので、うんうん、である程度の一定の基準がないといきなりズームとかで会って、はい、こんにちは、はじめましてって言ったら人間関係作るのにも時間がかかっちゃうので、はい、なんとこのタイプが分かるとスッと、はい、コミュニケーションを取っていけるようになるんじゃないのかなと思います。そうですよね。あの、うん、これは本当にすごく ありがたいお話をずっと聞いてるので、今はオンラインで、まあ、僕らもこうやってライブ配信やったりとかで、こういう、うん、一方的に喋ってたら大体ヒデさんってこんなタイプやないともうこう読み取られてるの分かってた上でやってるんだけどもうね大体自分のこと分かってるぐらいも出してるんでね、うん、でそういうのを、まあ、お仕事に生かしていきたい人のために、まあ、ちょっと今話されてましたけども、うん、そのフェイスブックでも何でもこう書いていく記事の内容に言葉を拾い上げるのが一番早いですね、そういう場合っていうのは。もちろん見た目もそうだけど記事の中で、うん、記事で分かります。はい、記事でもあのいい人タイプの人は、文章が横に、Facebook の例でいくと、うん、Facebook だといい人タイプの人は横に長いんですよ。はい、で、ダラ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 書くのがいい人タイプの人が多いんです。はい。はい、で、これ誰読むねんっていうぐらい長かったりするんです。それ自分のこと言ってますね。私。そうです。もう、ほんと遠隔長のようにこんな山あり谷ありで書いちゃうんですけどね。はい、はい。はっと、はい。気がつくと、ああ、かんあかんと思いますけど。はいはい。で、あとは、できる人タイプの人は、逆にインスタ仕様のように縦に長い人が多いんですよ。あ、で、2、3行やって、1行開業入れて、2、3行入れて開業と、こんな感じで強弱つけるのができる人タイプの人には多いです。やっぱりこう、はい、頭を整理して、理路整然と、物事を伝えたいっていう力があるわけですね。そうです。うん、おっしゃる通りです。うん、で、もう一つすごい人タイプの人はあの絵文字とか擬音語とかうわーっと華やかにする。で、もう一つは一つの文章の中に二つも三つも四つも言いたいことが含まれるんですよ。だから最初読んでるのと最後読んでるのあれ違うで、みたいな感じです。でよく言われてて、それ言われてて直しちゃえのに直せないまま発信してるっていうね。そうです。それがすごい人タイプの人なので、うん、もったいないですよね。もったいないですね。よく詰め込みすぎて、あっち行き話が、あっち行きこっち行くから結局、うん、ストンと何を言いたかわからんからって言ってそうスルーされてますよ。そうだったら3つとか5つに分解して発信しとるいいのになと思いますけどね。はい、皆さん、僕と同じのタイプの人、あなたも気をつけてくださいよ。別に誰が悪いとか彼が悪いんじゃなくて、タイプの特徴ですからね、これね。特徴です。はい、ね、気がついたら変えたらいいんです。そうですね。はい、私も変えてます。横に長いのをできるだけ縦に長いように気をつけてやってます。よし、明日からみんなの SNS チェックして、この人何タイプってちょっと見に行こう。楽しいですよ、意外に。本当に楽しいです、はい、ね、はい、まあ、本当にこれは相手の話し方、これ3つのタイプのイメージをして話をしましょうとね、いうことで最後にまあこうやって書いていただいてるんですけど、はい、これもっと具体的なことをいろいろとこう今研修セミナーされてるんでしょ。はい、してます ね、はい。あとは個別相談といって、個人的にもうお話をしながら、うん、あなたはこういうタイプですよっていうことのお話もしてますね、はい、そうそう。でこれ僕も読ませてもらったけど、めちゃくちゃこれ無料でこんなの出していいんですかっていうのをね出されてましたけどもね、すごいですね、はい、これね、話が長いお客様ね、皆さんストレスたまるんですよ。これQR コードをちょっと、はい、右上の方に貼り付けました。この QR コードはお時間今ちょっと
縮小っていうかな、あの、はい、スマホで持たれてる方、スマホで見てる人はスマホで撮りなんけど、まあ、とりあえずアーカイブも残るので、あの後で帰ってからでもここを撮っていただくとすごくね、本当にさっきも見たんだけど、で、あとはあのメールの方にこれが届くような形になるので、はい、うん、でこれをずっとメールで、無料ダウンロード、あ、出てきた、写真出てきたよ、はい、これずっと、はい、まあ、詳しいことはここへ行っていただくとメールだけでね、ダウンロードできるということでよろしいです ね、 そうしたらね、はい、そうなります、はい、OK、はい、です、よいしょ、ちょっとあの話の組み立てきちっとできたでしょ今日、はい、バッチリ私が言うなって感じです、私ももうほっといたらずっと喋ってますからね、ちゃんとね、これ本当にこのせっかくこんな資料をね用意していただいたんだからね、皆さんね、ちょっとでもやっぱりためになるようなねセミナーを皆さんに届けられたらと思ってね、やりましたけどもね、あの実際、まあ、あの千鶴ちゃんってこう今こういうことを内容コンテンツを出してやってるけど、実際千鶴ちゃんのこの人柄ってどんな人柄かというのをね、あとちょっと後半というかもうあんまり時間ないけど少しねお伝えしたいなと思うんですけど、まあ、あの日本女性を元気にしたいっていうこの会の趣旨からすると、まあ、こういうコミュニケーションもできるようになって、あの人間関係のストレスを少しでもね軽減してもらいたいというのはあると思うんですけど、千鶴ちゃんの中でその日本女性に対して何かこうアドバイスとかあれば、元気に、こんなにしたら元気になるよとかね、そうですね、やっぱりあの私ずっと思ってきてるのが、女性って自分のこともそうですけど、やっぱり親のこととか配偶者いらっしゃったら旦那さんのこと、子供のことって悩むこといっぱいあると思うんです、で自分のことが一番後回しになってしまうので、そうじゃなくて私は女性でも頑張ろうよって、で自分のために時間とかお金を使うように、あの起業して一緒に頑張ろうよって思って、私はそこを熱く言いたくて今ちょっと活動はしてるんです、うんうんうん、あのヒールの話、あー、ヒールね、ヒールの話ねそうです、90歳までヒールを履いて仕事をしていきたいんです、うんうん、そういう女性とみんなで集まって90歳になっても7センチぐらいのヒールを履いてシャッシャッシャーと行きながら、はい、仕事をやりたいなっていうのが夢になってます。いいですよね。でなんかもうあの起業する前のちょうど5年前か5年前のもう前から知ってるのであれなんだけど、いろんなね、あの僕元気の出る会とか主催とかいろいろしてる時もこう参加してもらった時、あのね、なんか最初おとなしい感じでずっとね、来られたけど、もうこれ今オンラインでこう喋ってる喋り方聞いてたらさ、もう、ね、全く別人ですねそう言っていただいたら成長したんで、ね、いや本当にあのすごい積極的にもいろんなところにこう行かれるし行動もしてるし、うん、まあ、なんていうとも歩き方も最近ちょっといつもね、うちのサロン来ていただいた時もそうだけど、帰り際ちょっと違いますね、歩き方がこう風にこう揺られて、さっそうと歩いてる、あのウォーキングのレッスン行ってます、やはりあの、うん、はい、女性ってあのだんだんつんのめるように前に前に前になっていくので、それはかっこ悪いなと思い出して、でもレッスンも月1回しか行ってないんですけどね、うん、ウォーキングのレッスン、うんうん、それでも体幹鍛えられて、で普段も7センチのヒールは履いてますのでね、それで颯爽と和歌山の街を歩いてますやっぱりね、見る人見たらよう分かるわとか言ってねね、いや本当にあの本当に素敵にね、どんどん成長されるって、なんかおこがましい言い方、上目線で申し訳ないけど、もうずっとね、あのそばでずっと見て応援してるから余計に嬉しいしね、うん、やっぱりあの僕らもね、携わっていただいたお客様にね、ちょっとでもこう上にどんどん上のステージに行ってもらいたいし、それが一番、ね、僕らのやりがいかなと思っています。あのまあどっちかっていうと、あのいろんな知識っていうかな、情報をすごく読み取るのがもう、うん、ちゅうちゃんの、まあ、早いわけですよ。で、まあ、僕らにも年々知らんことをいろいろと教えて、またでんでんって言ってしまった、和歌山でんでんって言う、まあ、よく言われる、動画撮影するときでんでんって言ってるよとかね全然、はい、全然、はい、本当にそう思う、こういうのもまた話が飛んでしまうっていうことになるわけですよねもうね、自分を今しめやなあかんって言いながらこう、はい、もう早くはい次行ってくださいってなんか言われて分かるんやけどね、ついつい脱線してしまいます、すいません、はい、ね、知識は財産っていう言葉をね、よくじいちゃん言われてますけど、うん、そこら辺を
普段から言われてるのは、ね、やっぱりなんか辛いことがあったっていうか、うん、なんかこう自分でそんな経験されたんですか、なんか。そう、やっぱり自分というのか周りの人を見てたら知らないから損をしてる人ってたくさんいるんです、うんうん、それっておそらくFP をしてると、うん、すごく損をして後でなんで知らんかったんやろうって言ってる人を見ると、知識って皆さん入れると覚えないといけないと思ってる人が多いんですけど、覚える必要はなく今検索すると何でも出てくるんですが、ただ知らないと検索することもできないんですよ、うんうんうん、だから最低限の知識を入れて、あとは AI がもうこれからもう主流になってくると思うんですけど、やはり AI を使いこなそうと思うのも人間なので、AI に振り回されないように基本の知識はしっかり入れていただいて、それで自分で判断をして動くということをしていってもらいたいなというのが切に願うところなんです、うんうん、ね、うん、いや本当に本当に情報があまりにも今こうありすぎて、どの取捨選択をするかということの力も大事ですよね、うん、どの情報を読み取るかっていうね、持ってくるか、それからいらんもん省いていくかみたいなね。そうです、うん、そうです。そこを間違えるとやっぱりネットってね、いいことも書いてれば悪いことも書いてあるので、うんうん、悪いことに振り回されていくと面白くないじゃないですか自分の人生、うん、そこはきっちり自分の軸になるもの、基本になるものはしっかり、はい、身につけてもらいたいなとは思います、うんうん、自分の強さというんでしょうか、うん、なんかこう心配事悩み事があった時にその知識が自分をこう守ってくれたりするっていう、自分の自信になったりするっていうね、うん、あると思いますよ ね、うん、ね、僕そんな中でちゆちゃんとこう出会って、その知識をもらえる人としてこうやっぱりいろんな仲間を、うん、大切な仲間っていうかな、その知識をもらえるっていうか、なんかネットワークってすごくあったら、うん、なんかすっごい入ってくるじゃないですか、いい知識が、うんそれがこれから の、 そのチームで働いたりとかチームで動いていくっていう発想に僕は今なってるんですけど、ちゆちゃんもそんなことをよく言われてるね。そうです、私ももうチームで動いていった方がいいと思ってて、うん、自分でできることって本当に限られてるんですけど、うん、チームになることによってその力が点と点が線になって輪になっていくと思ってるので、うん、それがコミュニティであったりとか、あとグループになるので、うん、そこを大切にしていきたいなとは本当に思ってます。ね、はい。うん、まあぜひぜひ、じゃあ僕の頭、このない頭にちょっとこう補充するつもりで、ちゆちゃんまた今後ともよろしくいい知識を僕に入れてもらえるように。いえいえ、こちらこそ。いや、お願いします。ワクチンみたいにこう頭打ってください、バンって。最先端の AI に勝てるワクチン入れといてください。ほんま、ほんまですね、チューダーカンカンカン。また話が飛ぶ飛ぶ。ダメダメ、ヒデさん。話が飛び出した。もうね、もう最後に締めやな感じの時にこうなるわけですよ。で、またコメントも入っていただいて、こうやってね、いろいろあっち行き、こっち行き、頭の中もういっぱいです。はい、90歳で7センチヒールで歩いて仕事をする。その夢、かっこいいわということでね。はい、ぜひぜひ一緒に一緒に行きましょう、はい、本当に90歳で7センチヒール履いて歩いて仕事しててかっこいいね、うん、かっこいいと思う、はい、やっぱりそのためにはね、お顔も始まって全部がパシッと決まらないとかっこよくないですもん、うん、ね、ありがとうございます、うん、なんかはい、もう笑えてくる、また変なとこへ僕が言ってしまうっていうのがもう分かってきたから、もうこの辺でやめとこうまあ、ね、今日は喋れなくなりました。今日は喋れなくなりました。それほどやっぱり自分の心をやっぱりブレーキかけて、やっぱり話したいけど話さんとこっていうのも大事っていうことがね、うん、このコミュニケーション、ね、3ラポーラポールコミュニケーションの大切なところでございますから、はい、皆さん僕みたいなことにならないように反面教師になって会話をやってください、続けたり止めたりしてくださいということで、今日は本当にねいっぱいためになる話をたくさん聞かせていただいてありがとうございました。こちらこそありがとうございました、ね、楽しかった、もう楽しかったです、あっという間やね、あっという間でした、ね、はい、楽しかったです、うん、なんかコメントいただいた方にもまた最後にちょっと一言言い残したことないですか、もう
そうですね、もう女性がこれからは女性の時代になったと思ってるので、みんなで元気で笑顔で頑張ろうと思ってます。すごい元気になりました。なんかもう別人やわ、はい、今日は見てんの。僕の方がシュンってなる、僕の方がシュンってなるけども。ね、ありがとうございます。本当に楽しい時間でございました。今日はそれこそ日本女性を元気にする会にふさわしいゲストでございました。ね、まあ、これからもよろしくお願いします。はい、はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、それではね、皆さんこの辺で終わらせていただきます。本当にね、楽しい貴重な時間でございました。ちいちゃんにもう一度盛大な拍手をみたいなね。ありがとうございます。